自民党県連を挙げて一生懸命に頑張ってきたところでありますが、大変残念な結果であります。今日自民党福岡県連の幹部が集まり開かれた執行部会、話題に上ったのが相次ぐ市長選挙での敗北についてです。今月行われた北九州市長選挙では、政党の推薦を受けなかった竹内和久氏が当選。自民党が公明党、立憲民主党、国民民主党とともに推薦した津森洋介氏が落選しました。改めてお詫び申し上げます。申し訳ございません。この結果に自民党本部の森山選対委員長が投票翌日、選挙結果を真摯に受け止め、敗因をよく分析し、体制を立て直していきたいと話すなど、永田町にも衝撃が広がりました。さらに先月行われた筑紫野市長選挙でも、無所属新人で元県議の平井和美氏が当選。自民党福岡県連が公明党、国民民主党と推薦した現職の藤田洋三氏が落選しています。私の不徳の致すところ、本当に申し訳ございません。岸田政権の支持率が低迷する中、自民党福岡県連が推薦した候補の相次ぐ敗北。敗れたのはいずれも与野党が相乗りで推薦した候補でした。先導が多かったら羅針盤の通りいかないというようなこともあっただろうと思うし、もう一つはやっぱり時間がどうしても足らなかった。北九州市長選挙をめぐっては、津森氏を支援した自民党北九州市議団が、当選した竹内氏を応援した自民党所属の市議らを処分するよう求めています。自民党福岡県連はまず調査するとしています。市議団の先生方がやっぱり、確かにこう選挙終わった後はカーッとなってます。処分ありきじゃなくて、まず総括じゃないかなと。北九州市と筑紫野市の市長選挙はいずれも投票率が 40% に届きませんでした。そうした中で政党や団体が支援し、組織戦を繰り広げた候補が敗れたことは、間近に迫った統一地方選挙にも影響すると見られています。